はい、11月7日でございますね。水曜日深海へ参ります。今日はアルコトレードトラストさん、はい、と、サザンクロスさん、サザンクロスさん、ニュージーランドですね。そして、マトクスさん3カ所でございます。まあ、スピーディーに回れればと思います。行ってまいります。気持ちいいですね。そうですね、いい気候ですね。こういう時は外にね、出てワイン飲みたい感じですね。新ビューです。はい、では行ってみます。アメリカサースティーオールダイヤモンド、はい、ダイヤモンドがブドウの品種の名前ですね。はい、ヴィンテージ入ってない。ああ、後で調べます。後で調べましょう。価格若い、若いはず。2600円。すごい甘やかな香りですね。洋梨みたいな香りですね。うん、もうあとね、もうね、デラウェアだね、うん、本当に綺麗に完熟したデラウェアのなんか香りが本当にするね。実はブドウのお酒っていう感じです。甘みが味もちょっとそのデラウェアの感じとかありますよ ね、うん、2.5 点ゲームポイント、2.5 点、はい、でもいいと思います、ね、初めての人にはちょうどいいかもしれないですね、はい、ちょっと飲みやすいので飲みすぎ注意。はい、アルコトレードさん、お疲れ様です。終了しました。スイスは、うん、そうですね、シス面白いのがありますね。結構アルコースいろんなアイテム持ってますね。いろんな世界中のもの持ってらっしゃいますのでね、なかなか面白いところですね。はい、今日はちょっと変わった品種ダイヤモンドを紹介させていただきました。そうなんですまあ前回もあのテイスティングした時面白いなと思ったんですけど、今回ちょっとあえてダイヤモンドさんのダイヤモンドで、紹介させていただきました。光り輝いてましたね、はい、じゃあ今からは、サザンクロスさんですね。歩いて行けるんで、はい、行ってきます。ニュージーランド、マールボロ、バンダルゴンゾーミリーシャ、2018年、3500円です。はい、なんか品種はピノノワールとかシラーとかテンプラニールとかいろいろ7品種混ざってるらしいですね、はい、7品種混ざっていて、それがオレンジワインってまあ面白いですね。不思議ですね、ピノノワールでオレンジっていうロゼなんじゃない、ロゼになっちゃうよねって思いながらよくわからない。香りはちょっとビオニエが強いような感じします、うんうん、味わいとしてもね、うん、美味しいね。ちょっと苦味もあって、トロピカルさとか苦味ありますね、うん、いいですね。ポイントポイントが 3.5 ちょっとプラス 3.8 ぐらい、 3.8 ぐらいですか、ね、はい、うん、美味しいです。いいワインですね。日本の入荷も少ないみたいなんでおすすめです、はい、皆さんお早めに。はい、サザンクロス終わりました。サザンクロスさんね、安定してますね。安定だね、本当にもういつものサザンクロスさんっていう感じなんですけど、バッチリニュージーランドでした。やっぱりね、でもちょこちょことやっぱり面白いのが入ってきてまして、はい、アイテム増えましたよ。そうなんですよ、最初と比べたらなかなか。で今回もちょっとまた良かったですね、はい、また2018年が今回最後のやつでしたかね、多分ね。じゃあ来年の2019年もまた面白いワインが入ってくるんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ次は最後にモトクさん。でかいですね。大きいね。はい、モトクさん、はい、何が出るのか楽しみに行ってきます。行きます。しっかりした私ですね。フランスラングドックですね。ラングドックのブドウで作ってますね、はい、ドメーヌピエールシャバン、はい、ピエールゼロブランドブランディ、うん、ノンヴィンテージ1300円。
なんとノンアルコールですね。ソムリエ初めてじゃないですか、ノンアルコールのスパークリングを紹介するの。それ1300円ですからね。クリーミーな香りしますね。なかなか桃梅、ちょっと核の大きいそういう種を持つような、うん、そういうフルーティーな香り。あ、美味しいです。あのね、一口目からね、うまいなと思っちゃったんだよね。ちょっと飲食店の方これ置いて飲めない方でちょっと雰囲気味わうのいいかもしれないです。で1本1300円ですしね、そんな高くないですし、ぜひぜひこれはおすすめの1本でございます。ソムリンポイント、ソムリンポイントが2点、2点ですね。まあ低いっちゃ低いけど、まあ、1300円で2点ってすごい自分たちの方が高い方だと思います。なおかつこれがノンアルコールで、これは脅威ですね。ノンアルコールのすごいですね、レベル高いです、ね、自分たちが使います。これは使います。結構な透明感。オーストラリア、サウスオーストラリアですね。シュワルツワインカンパニーメタブルナッシュ2017年、お値段3500円です。はい、クソでした、4000円です。なんかあれ、やなんかやそんな安かったっけ。一発でいけたと思ったんですけど、もう一回取るか。オーストラリア、はい、サウスオーストラリアです。シュワルツワインカンパニーの作るメタブルナッシュ2017年4000円ですね。はい、色合いは実にこう薄くて綺麗ですね。グナッシュとは思えないこの色の薄さですね。ね、パッと何かなと思ったらピノかなっていう風に言いたくなる、それくらいの薄さ。香りがすごいイチゴのジャムみたいな香りと、土っぽさというか。そうですね。で、味わいとしては本当にもう畑仕事頑張ってます、土壌にこだわってますっていう風な感じの味わいがひしひしと伝わってくる、そんなワインですね。テロワール感を感じさせますね。土は赤土のテラロス。はい、さあソムリンポイント、ソムリンポイント 3.5、 ちょっと上。そうですね、 3.7 ぐらいですかな。でもいいですね、これは1本多分飲んじゃいます。うん、いいワインです。お疲れ様でございます。マドクさん終了でございますね、はい、全部で、ね、何本、5、60、50本ぐらいありましたね。いやスパークリングのノンアルコールを紹介することになるとは思ってませんでしたけど、うん、あれはなかなかいいですね、うん、じゃあ良かったと思います。飲めない人も、はい、ちょっと雰囲気楽しみですね。あとやっぱりボトルのデザインも結構おしゃれでよろしいかと思うので、なかなかおすすめでございます。ちょっとあれですね、金粉入って値段が5倍ぐらいするやつありますね。そうね、金粉入ったから5倍になってる、あれはちょっとないですね。あれはちょっと勘弁してほしい。はい、味は一緒でした。では明日はデプトプランニングさんとビントナーさん2件でございますね。ちょっと明日は落ち着いたですね。ではまた次回お会いしましょう。はい、はい、どうも。